おはようございます。起きました。ビッグランをですね15時間ぐらいやってたみたいなので、さすがにゲームが好きな俺も疲れちゃいました。で、ビッグランの結果なんですけど、俺169個入れたのよ。169個。で、前回のボーダー、前回やった時のボーダーが137個だったの。137個で金の上位 5% に入れたんですよ。なので今回169、今回も入れると思って今ニュースを見てます。ここから俺の結果はどうなるのかちょっと見ていきたいと思います。多分ね結果が出てると思うので、はい、ステージ紹介の前に臨時ニュース。もう眠いよ。さあ、ビッグランのこのタツのね置物がねもらえたいですね。この緑の、多分これだよね、色。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていうか、ハイスコアに応じたお礼の品をご用意いたしました。だって前回そのお頭鮭を、なんだっけ、横綱の金の上位 5% に入ったんで、今回タツの上位 5% 入りたいと思います。ボーダーラインは何でしょう。169いけるか。いったうっしゃ、いった、いけるとは思ってたけど実際に行くと嬉しい。てかさ、141ってさ、前回137なんだけど、4上がってるんですよ。ってことはみんな137は越そうと思ってやったんだろうね。140以上。なかなか難しいよ。これ3で割ったら、ま、40以上は必須だ。47くらい ?47? 3ウェーブ47入れないといけないんだ。結構難しいよね、47入れるって。なんか本当に上位 5% って難しいもんだなって思いました。俺はね、言ったんですけど、169。まあ安全圏だなとは思ってたんですけど、まあでもよかった。このスコアに届かなくてもお礼は全員もらえるみたい。安心してだって。一応もらえるみたいなので、みんな、遊んだ人たちはみんな、もらえるみたいなのでよかったですね。いや、169結構いったぞ。めっちゃいったぞ。まあ、多分、上手い人200とか言ってる人もいた気がする。あのオーレンジナマズの絵じゃな、実にアバンギャルドな色使いだった。入賞したのは先生が描いた絵やろ。どういうこと？ごめん、話全然聞いてなかったから、急に読んだからよくわかんないけど、ニュース、見終わった後に多分もらえると思うので、ま、飛ばしていきましょう。飛ばせるか。あ、サーモンまたやってるよ。ムニエールだって。なるほどね。鮭はいつでも続くということですね。俺もらえるか？どんなのもらえるのか？痛い。来い。あ、かっこいい。待って。中国かどっかにある置物。このドラゴンの置物。かっこいい。口にナイスなもの玉持ってる。かっこいい。てか普通にビジュアルがいいよね。金の置物。せっかくなので、じゃあ、ロッカーで見ていこうよっか。どういうものか。はい、ロッカーに来ました。ロッカーには、僕がフェスで、クリオさんと撮った写真が、飾ってるんですけど、ちょっとこの、写真一回、しまって、ごめんね、全部しまいます。はい。で、ここで、ちょっと見ていきましょう。前回の置物がですね、下の方にあるのかな。そう、前回これ、でっかいでしょ？前回のはこれなんですよ。話せない。オッケー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 。これが前回の横綱です。で、今回はですね、もらった置物、でかいかな？あれ？あれ、横綱よりちっちゃい。大きさこんくらいですね、でも。ということで、もらいました。せっかくなので、ロッカー、置いていくか。横綱と、板挟んで、じゃあ、タッちゃん？タツのタッちゃん置いていこう。これでいいんじゃない？なんか。俺がゲットした金の置物。はい、ということで、伝説。はい、ということで、バイトの結果を見ていきたいと思うんですけども。はい、ということで。はい、ということで、金のお頭鮭を、倒した俺の、その熊さんポイントカードちょっと見ていきたいと思うんですけど、バイト回数もう2000超えたんだよ。そう。まあ、ポイントとか、正直。あんま見てないから、別にね、気にしてないんですけど、バイトの回数とか2000もやってるから、びっくり。で、現在のポイント今0ポイントになってるんだけど、ビッグランの時のポイントが5万いってたみたいなので、相当やってましたね。
普通にだって200とか100単位で上がっていくこのあの報酬メーターなんですけど5万だからね、めっちゃやってたよね。はい、ということで本日もですねスプラトゥーン2の格好をしていますが、ムニエル海洋発電所でまあ、新しいバイトが始まったみたいなので、今回はこちらを遊んでいきたいと思います。まあお頭シャゲのねタッちゃんを倒した俺なのでね、まあ、余裕でしょう。今日も楽しくやっていきたいと思います。なんかタツの動画みんな結構好きみたいでね、よくみんな見てくれました。嬉しい、ありがとう。やっぱ鮭好きなんだろうね、みんな。ガチマッチも面白いし、ナンバリバトルもね、スプラ更新出るから面白いんですけど、ムニエール海洋発電所よろしくお願いします。そう、鮭も面白いんだよっていう。あと、ナンバーバトラーがこっからまた人気になってくるのかな？どうなんだろう。もうフレンドと対戦できるようになってるから、俺も誰か友達と対戦したり、まあ、ヒレオさんとね、真剣勝負したりね、やっていきたいんですけど、とりあえずじゃあムニエール頑張りましょう。てかみんなさ、ビッグラン終わってからも鮭やるんだ。好きだね。みんな。みんな好きだね。ビッグランやった後すげえ、簡単に重いんじゃないか。今ちょっとミスっちゃったな。今ビッグランやった後なので、あ、そうでもない？うい。うい。評価も、ね、全部戻っちゃったんですけど。ムニエルやるの久しぶりだな。ムニエル。俺、荒巻さんやりたいんだよ、荒巻さん。荒巻やりたくて。よいしょ。てか全然、待って、全然さ、ちょっとやばいんだけど、これは。これを一回使っていいかな。使っちゃおう。ゴロン。上の倒して。待って、やめて。やめてー。危ない。やられちゃう、やられちゃう。うわ、危ない。これ倒しとこう。ちょっと送ろっか。うん、ヘビ来てるから一回退散戻る。まあ、ビッグランは俺は上位 5% に入ったからこんな余裕です。一回目に戻って、戻ったと見せつつ実はこうやって戻ってくると、敵も、やべ。ヘビが俺のとこ来てる。ヘビが俺のとこ来てる。危ない。一回戻ろう、一回戻ろう、一回戻ろう。本当は入れたいんですよ。あっちに。これヘビ連れてくる。はい。で、あと3個入れるだけなので、これ倒せばいけるかな。はい。ノルマ行きました。しっかりみんなノルマの数をね見るとね、あと何個足りないとか、これが結構重要で、見る場所そこかな。なんかみんなに俺教えてあげてる、優しい。今日ただじゃ教えないのにな。お金もらっても教えないけど。めんどくさがり。いやでも最近映画館見に行ったんですけど、ドラえもん見てきたんですけど、なんなら昨日見てきたんですけど、すげえ泣いたわ。泣いたって言っても、ウェーみたいな、うわーみたいな泣くんじゃなくて、あれですね。あ、こっちだよみんな、こっち。涙が出たみたいな。こっち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 。みんなわかるかな？こっちだよ。てか、金の鮭全然出てこなかったな、ビッグラン。あんまり出てこなかったよな。グリルもそんな出てこなかった。ちょっとね、モアゾンとね、うまいぞみたいなのゾンビになるとね、わかるかなみんな。あと竜巻とかが来なかったじゃん。竜巻とか。意外と来なかった。え、これやばいか、いいのか。スペシャル俺カニなんだよな。ちょっと今みんなやってる間に入れるか。張り付くついでに、あー、降りちゃった。これあげる。やべえ、みんな暴れまくってるぞ。あ、でもあそこついてくれたらでかい。やばいか、これ。ちょっとつい、あ、俺じゃないのか、ついてんの。そうか。こっち、つきたいですね。あ、ナイスナイス、それナイス。あ、俺についちゃった。ジェットバック死んじゃったな。今のうち入れといてもらって、とりあえず味方任せになっちゃうけど、海暮らしあげて味方を。あー、これもうカニ使うか。カニ使っちゃうわ。勝ちたいよな。はい、当たりいって。入れるしかない、入れるしかない。とりあえずボムを下に置いて入れるしかない。あと1個投げてもらったらいけるね。 OK、 投げてもらった。本当はね、今ついてる子の近くで戦いたいんだけど。よいしょ。 OKOK、 まあ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 いいや。スペシャルなくなっちゃったけど、金鮭危ないから。ムニエル本当は耐えて耐えて、最終的にはここの壁に張り付きたいんだけど、まあいいだろ。
あの、きつい時もね、絶対あるからね。それをどうやって、楽しむか。一応完走させたんだけどさ。999評価いったんだよ。朝までやったよ。それが15時間かな。あと自分だけじゃなくて、これ、連れてきたい。これ、カモンして連れてくる。そう、自分だけじゃなくて、ヒレオさんとも一緒にやったんで、ヒレオさんのも、完走しました。嬉しい。いや、ムニエルやんの久しぶりだな。死ぬ。死ぬ。生きてる。あぶねー。生きてる。あぶねー。みんなスペシャル持ってるかな。これちょっと行ってくるか。とりあえず、これプレッサーだけは倒しておこう。プレッサー倒したら OK。で、戻って、はい。戻って、はい。大丈夫？大丈夫ですか？スペシャルは欲しいな。鉄球のとこにいっぱい敵いるので、倒しつつ。うわぁ、肩バットの弾が爆風に当たってやられた。ついに一回やられてしまった。助けて。助けて。助けて。あ、これ真下にやると思う。お、入れまくればいい。ちょっと味方に任せて帰るか、ここ。うおうおぉ、危ねえ。これ助けといた、助けといた。いけるか？今味方めっちゃ送ってきてくれてるから。あ、弓が来た。味方弓がやらせてくれたから入れていきたい。あと時間が少ない。俺は入れれる、俺は入れる。あと2個欲しい、あと2個欲しい。あー惜しい、惜しいですね。なんか上位5個アイテム負けるとき負けんだな。ムニエルなんかあっちゃこっちゃいくから厳しいものがありますが、はい、よろしくお願いします。負けてしまったので、次は勝ちたいと思います。おかしらしゃけのさ、久しぶりにさ、たっちゃんばっか言ってたからさ、たつのたっちゃん。以外の、横綱やりたいな。今日横綱と戦うまでやめないわ。登れないこと。またローラーなんだけど。あ、そっか。ハテナ武器じゃないから武器固定なのか。あ、そうだ。そうだ、ビッグランが抜けてない。またローラーじゃんとか思ってたけど、今日は4つ武器固定だ。そうだそうだ。痛い。とりあえず倒しといて。大丈夫？倒してくれた。武器が一緒ってでもなんか安定するね、やっぱ。そう考えると。使いやすさとかさ、になるじゃん。使いづらい武器とか使いやすい武器。ローラーとかね。みんなが多分好きだと思うんですけど。あ、さっきより楽だ。寄せてるからな。まあ、満潮じゃないか。あ、これ満潮か。あ、これ満潮だよ。これ満潮ですよね。あれ、これ満潮だよな。大丈夫だよな。満潮だから楽だろ。ずっと満潮言ってたけどね。てあ、死んだから。うっそぴょーん。生きてまーす。俺は生きてまーす。最後まで生きてまーす。さあ、元気よくやっていこう。ノルマ行った。ノルマは行ったぞ。ノルマは行ったよ、みんな。死ぬなよ。振ってあげる。嘘ぴょーん。嘘ぴょんぴょん。オッケー。ヘルプめっちゃ言ってる。助けてあげるから。待ってなさい。でもやっぱ、助けないっていう気が変わるかもしれない。俺は猫だから。気が変わるかもしれない、急に。フルセリとこう。ちょっと、これビッグランじゃないのにいっぱい入れたくなっちゃってる。みんなも。これ、たくさんいるな。あっちまで行けないよ、ローラー。あ、タヌキがやられてる。あー、ごめん、よみがえらせられなかった。そのまま浮き輪のままでいてくれ。はい、スクイクリンです。スクイクは俺結構好きなんだけど、ビッグランの時はちょっとあんまり嬉しくなかったな。あー、スクイクリンか。あーって。落ち込んでたもんよな。絶望をしていた。あ、どこだ？あ、どこ？どこ？あ、いた。あ、そっちに降りて欲しかったけど、まあ、いいか。下から、打ってあげて、これも塗ってあげたら大丈夫だろう。で、ドスコイを、できるだけ打つ。オッケー。ドスコイ合ってるね。横綱とドスコイ似てるから、名前も時々わかんなくなっちゃうんですよ。あー、大丈夫？車70。あ、もう落ちちゃった。危ねえ。
これ抜きたい。当たんない。ナイス。ナイス。オッケー。オッケー。柱。柱は、行ってくれてる。ナイス。柱マジで大事。柱倒さないときつい。あっちの柱はいいや。近場の柱は、絶対に。倒す。はい。で、周りの敵を倒してあげて、タルキー、タルキーローラーだから蘇らせたら大丈夫だ。ただ、鮭たちが危ない。OK。チャージャーで鮭たちを倒すの結構厳しいですよね。だから、あれだ、鮭、チャージャーじゃない人が倒してあげるという、チームプレイを、見比べるやつだな。これはしっかり倒しておいて、ナイス？これ倒しちゃうか。大物鮭はもういないですね。柱だけですね。倒しちゃうか。パシャパシャで。はい、オッケー。なんか取られたけど。じゃあ、入れとけ、入れとけ、みんな入れとけ。よし、俺スペシャル溜まってるぞ。はい、オッケー。大丈夫？大丈夫？俺、浮き輪、結構、助けてたな、そう考えると。ビッグラノって。仲間のために、自分が死んでも助けてた気がする。さあ、頑張りましょう。てか、ドラえもん見に行ったんですけど、ドラえもん、よかった。面白かった、今回の。不思議風使いとか、万年時空伝とか見てた時代の。どこ打ち返したの？今、俺のとこ、これもできるだけ読みたいんですけど、塗っちゃうよね。そうだよね。これ、味方に順応しよう。本当はやりたいことがあるんだけど、味方もやりたいことがあるみたいなので、助ける、助ける。仲間に順応してあげよう。オッケー。もう自由に動いていいかな。ビックラじゃないし。なんかやられてる。大丈夫？大丈夫？で、これ送っといて。なんか今、引っかかったな。これ言ってあげる。はい。はい。はい。オッケー、これ直した。あー、どっち？オッケー。で、送って、ドスコイも近くで倒す。オッケー。で、このまま送り続ければ味方が入れてくれると、思うんです。誰も、タヌキがいた。タヌキがいてる。オッケー。で、スペシャルも溜まってるから全部使っていこう、しっかり。ダメ！降りた先に鮭！大丈夫かな？お、トップソナー、これでかい。ありがとう。ただ、やばいので、こう使っちゃいましょう。うわ、コウモリにやられちゃった。見えなかったな。あ、ホップソナーナイス、ホップソナーナイス。ただ、あと1個。これだ。いや、ホップソナーありがとう、味方の。今、ギリギリ助けられた。あぶれ、あぶれ。ナイス、ナイス。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。まだでも、大物鮭は来ないな。あいつ来ないね。たっちゃんじゃない方。横綱さん。横綱さんのがでかいからな。置物見た感じ、横綱本当にでかかったからな。大きさも多分、全然違うんだろうな。ありがとうございました。いや、ちょっとやられちゃったのは申し訳ないけど、まあ、頑張ったでしょう。はい、よろしくお願いします。ムニエル変わらず、ビッグランではないですが、やっていきたいと思います。横綱出してえな。本当に。見て。あ、消されちゃった、俺が見てるやつ。今この鮭が飛んでるの見てたら、消されちゃった、目の前で。俺消してんだよ。何やってんだよ。あ、これ読まなきゃ、艦長だ、艦長。艦長だ。熊300そういえば使えたの、びっくりしちゃった。よし、これ送っといて。まあ、ムニエルもね、俺結構得意のステージなので。まあ、大丈夫でしょう。誰かやられた。大丈夫かな。もう倒しちゃうか。そんなに鮭、出てくるわけでもないな。おーおお、これは倒そう倒そう。これ倒す、これ倒す、これ倒す。オッケー、ローラーありがとう、ローラーありがとう、ローラーありがとう。一緒に倒そう。ローラーありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ナイス、コロコロ、一回戻ろっか。オッケー、柱倒してもらってる。で、これ連れてきて、連れてきてるよ。で、お尻、ケツを俺が打って、オッケー。うん、あれ、撃つか。右入れました。左入れ、あ、入った、ナイス先生。え、でも入ってたよね。え、え、
ちょっと待って、味方のボムが入ってたよね、俺の画面で。なんかぶっ壊れてる。ぶっ壊れそうぜ、今。俺の画面で今入ってたぞ。かわいそう。せっかく入れてたのに。でも、プレッサーは倒さなきゃ。プレッサーは絶対倒したいけど、届かない。届かない。オッケー、届いた。ただ、あと少ない数入れなきゃいけないから。あと3つ、あと3つ。あと3つ入れよう。オッケー、23個、23個。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。とりあえず艦長クリアですね。まあ、危険度マックスとか、さあ、ノルマ33個だったら、ノルマ33個必須ってのは結構厳しかったよな。今 23?25? 何個 ?25 か。25楽だよ。一回負けちゃったけど。あれカットせずにもう今日は使います。全部。全部ありのままをお伝えしましょう。生放送してる感覚だ、本当に。最近。最近ノーカット編集とか言って。編集してないのに編集ってつけてさ。編集したいように言ってるけどさ。ノーカットなんだよ。ただの。本当に。本当に。ちゃんとやりますよ、編集やるときは。鬼ごっこの動画とか。かくれんぼの動画とか。やりますよ。やりますけど、戦ってるときとかはやっぱ、ね、時間かかりますから、俺もゲームしたいし。大丈夫？これ止めといて、これ使うか。貫通3人いない？これ。3人いるよ。3人いるのに、1人しか倒せなかったよ。貫通したかなと思ったんですけど、まあ、腰に向けてくれたんで。インクが、おい、おい。ここ溜まったぞ。あ、味方やられた。痛い。痛い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 。助けてあげて。ピー！ノルマ25なんて楽勝でしょ。それ、このさ、スペシャルさ、やべ！危ねえ。俺のレーザー、俺のレーザーってか、レーザー自体あんまりさ、強くないよね。撃ってる方向と違う方向行くし。危ねえ。危ねえ危ねえ危ねえ。戻る戻る。あと2個、あと2個。はい、ノルマ行った、ノルマ行った。味方にぶつかる。危ない、危ない。やられないように、やられないように。いけ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 。いけいけいけ。助けろ、助けろ。浮き輪を助けろ。鮭を倒せ、倒せ。痛い、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 痛い。雨は、カサカサ。テンパりました。ただただ焦ってました。うい。うい。はい、ナイス。なんで、こんなに。さあ。大変なのかというと、武器が今回あんま強くないのかもしれない。今回武器なんかパッとしない武器。多分ビッグランで多分ね、予算がいっぱいなんだろうな、このバイト。クマさんが。クマさん武器出しすぎて、予算ないみたいな。こっち呼ぼうぜ。お願い。呼ぼうぜ。あ、タヌキが呼んでくれた。ありがとう。タヌキが一緒に呼んでくれた。お、嬉しい。味方と一緒にくれて。呼べるとね、嬉しいですよね。あ、これチャージャーいるので、任せて、俺はここを倒しておこう。よし、これ、僕らこっち連れていこう。このまま。おい、おいで。うん、これは俺が入れてていいかな。入れとくか、とりあえず。おお、二重トラップ、うわあ！大丈夫かな、まだ、味方。大丈夫かな。どこで戦ってんだろうな。とりあえず、あれ撃っとくか。お、びっくりした、びっくりした。なんか当たってる、なんか当たってる、なんか当たってる。なんかいた、なんかいた。でもこれ連れてきた方がいいかもね、下ね。2匹連れてくるけど、これ倒せる人、これ、撃ってくれないかな。2匹いるからきついな。3匹になっちゃった。わー、避けつつ、また3匹になっちゃった。お願い、誰か、俺が、3匹になっちゃって、誰か、お願い。戻ってきて、お願い、ありがとう、ありがとう。オッケー、撃たれた、撃たれた。オッケー、オッケー、オッケー。やばい、27個はきつい。やられてる、タヌキが。あれ、ちょっと武器が。あー、危ない、危ない、危ない。これ、入れられるか。入れられるのか。全員で駆使して。あ、一人、あ、変なとこいる。あー、あと一個。なんで3匹も来んだ、あれ。傘じゃきついって、傘じゃ。スペシャルもレーザーだし。ちょっとこれあれだな。振り分けが悪いな、振り分けが。まあ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 。
いや、今勝ってたからな、実際。うん。実際ほら、俺死んでないし、今勝ってたから。実質、カモンで来てくれてたら、勝った。ということで、勝った。はい、マッチングしました。ムニエル。まあ、ぶっちゃけさっきの勝ちなので、気にせずにやっていきましょう。勝ちです。勝ちです、さっきのは。実質、勝ち。ノルマ23。23か。頑張らなきゃなー、でも。あー、こっちね。艦長の方が、個人的にはやりやすくて。さっきね、艦長でも満長でもなかったので、中途半端だった。とりあえず入れといてもらって、弱い鮭倒していこう。上位 5% 入って、乾燥させても普通にこのタイム負けるとき負けるかな。沼るとき沼っちゃうので、ほい。もうね、頑張っていきたいんですけど、はい、打ち返します。ほい。これも打ち返してあげて、雨も一応別に打ち返しておいて、雨がね、やっぱね、サーモンランきついんですよ。雨、防げないからさ、傘さしてんのに防げない。何事じゃ、本当に。傘さしてんだ、こっちは。なんで傘さしたのに防げない。しかもなんか、またレーザーなんですけど。また俺レーザーなんだけど。どうしよっか。これ入れれるね。これ一回レーザー使っちゃおう、まっすぐ。まっすぐ使っちゃおう。このまま。あぶねえ。レーザーなんでどこ向いてたんだよ。レーザー。レーザーしっかり打ってください。一匹打って満足しちゃうからな、レーザー、最近のレーザーは。これちょっと上上がっていい？上に上がりたかった。次にこれイカロールで切り返して戻って。あ、待って。あ、じゃあちょっと押されちゃった。今ね、上から対岸に行こうとしたんだけど。落ちちゃったの、まあいいや。まあいいや。よからぬことが起きた。うれ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 、倒せ倒せ。どうぞどうぞ。仲間落ちちゃった。なんか、この先落ちたけど。はい、ナイス。とりあえず艦長は大丈夫ですね。武器がね、きつい。今日は武器がきつい。よし、ローラーだ。ローラー、小鮭と鮭の処理が簡単にできるので、コロコロしてれば引けるので。来ないかな、鮭とか。いっぱい来ないかな、いっぱい引きたいな。こっちから来てたな、今。コロコロ行きたいけど、すいません、せっかくだから待ちましょう。全然動かないで俺は敵を倒す。全然動かないけど敵を引く。全然動かないのに倒せる。オッケー。動くのが嫌いな人みたい。はいよー、倒しとこう。え、これ爆弾？あ、爆弾どうしようこれと、ナイスナイス。これ撃っといて、ドスコイじゃなくて、なんだっけこれ、横綱じゃなくて、ドスコイ。わかんない。本当に2匹似すぎててわかんないや。やだな、名前似てるの。間違えちゃうもんな。友達に伝えるときにさ、ドスコイと横綱わかんなくなっちゃってさ、どっちなのって言われちゃう。やだな。あ、プレッサー。プレッサーのプレッシャーはやばいので、これはちょっと倒していきたい。プレッサーはしっかり倒して、その後引いて、オッケー。一回戻りつつも入れといて、はい。この落ちてんのとりあえず入れといて。お、来てるね、俺んとこ。こっち来い、こっち来い、こっち来い。あ、なんか物吹いちゃった。今こっち呼んでたのに。こっち呼んでた。降りてきたのかいー。ふいー。ふいー。雨うくらいつつも。オッケー。これ入れとくよ。25個にしとくね。25個になったよ。あとは死ななければ勝てる。うん、やっぱ雨きついな。やはり雨がきつい、このゲームは。ふい。ふい。なんで閉じちゃうの？もっと出して、もっと出てきて、はい。はい、ナイス。倒して、倒して。うわ、ナイス。オッケー。行く、行く、行く。行きたい。うれうれうれ。待て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 暴走族。よし。これ勝ったら来るんじゃないか、横綱。横綱祭り来るんじゃないか？頑張れ。お、夜だ。なんだろう、夜。飛びやん？違う。あ、モアゾン、懐かしい。これモアゾン、泥シャケだけど、ヒデオさんがモアゾンって言ってるから、俺モアゾンって言います。流行らせようとしてる、あいつ。頭でかいな。頭でかい人が。あ、金のやつは入れておこう。で、味方スペシャル使ってくれてるから。これ楽だ。ありがてえ。
出っ張りがてぇ。ムムチ入れよう。うれぇ。まあ、ボム、俺結構得意なので、横からボム入れちゃって。オッケー。はい、ナイス。金のやつも。あ、いいね。そう、コロコロしてくれる。ホップソナーはなんか、無駄になっちゃってる。ホップソナーが無駄になっちゃった。もうね、ローラーさんがね、引いてくれてるからね、無駄になっちゃいましたね。あ、こういうのに、こうやってレーザー使うんですよ。これでも倒せるから。はい、オッツー。レーザー強い。これやんの拾っとくか。はい。ニックラン来ないからな、もう。来てほしいんだけどな。ういっ。ういっ。ういっ。持っていくなぁ。ういっ。ういっ。もう一回ホップソーンあんのかな、もうないのかな。ナイスナイス、コロコロしといて。お、すごい記録すごいよ、これ。もしかしたら、あの記録越せるよ、ビッグランの。ビッグラン記録越せるよ、あ、ナイス。入れときまーす。入れときまーす。時間が、間に合え。はい、よき !58! 結構入れたよ。あ、来る、来る。横綱来るぞ。待って、これ、タツが来ることあんのかな。いや、ないよな、横綱だよな。よし、よし、よし、横綱来た。久しぶり久しぶり。なんか最近ごめんね、タツに浮気してた。でもね、会いたかった。会いたかったよ。顔に打たしてくれ。その口の中に打たしてくれ。うれ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 、迫力いっぱい。なんか久しぶり、ほんとに。島のうち、今のうちシガの倒して、飛んでる間にシガの倒しておいて。ぬる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 。これ、撃つか。これ撃っとかないと。な、違う。そっちじゃない。俺、ブレスターに撃ってんのに、もう、反応が弱いんだから。うわ、おい。オッケー、立つよりは、強いのか弱いのか。みんなどっちが好きなんだろう。でも、立つよりさ、ダメージが入らないよ。でかいけど。あ、ジャンプできるかった。ごめん。やられた。ごめんね、やられた。ここ、誰か。ありがとう。焦んな。俺久々に君と戦いたかったよ。ダメージが入らんから。とりあえず打つしかねえ。やられないようにボムも入れといて。ヘビも。よいしょ。オッケー。打って、あそこに結構溜まってるので、あそこ溜まってるの使おう。ナイスナイスナイス、メインもしっかり使ってこう。なんでこんなとこにいっぱい落ちてるんだ。これ使う、打とう。打て。もうメインで打て。メインで打て。もうじゃけやめろ。お尻打つな、俺の。次スペシャル使って。やれる。よーし、久々に倒したー。おかえりー横綱、おかえりー。やったー、やったよー、みんな見事倒した。たっちゃんは最初倒せなかったけどね。あと、銀が1個。あー、まあ、ありがとうございます。久しぶりに横綱と戦えてよかったよ、俺は。楽しかった。いや、ナイスですね、皆さん。ありがとうございました。また、じゃあ、ビッグランド来た時いっぱいやろうか。新しい新種のね、横綱的なの出てきてほしいね。